はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は、私はできるがあなたを変えるの著者、宮坂由美さんにお越しいただきました。由美さん、今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、由美さんは以前ちょっとゲストで出ていただいた中里圭一さんのご紹介で、はいはい、お会いさせてもらったんですけど、はい、今日はこちらに、ね、来る途中もいろいろお話しさせていただいて、すごく楽しかったです。まあ、由美さん自身も、はい、ね、会社を経営されてて、まあ、講演会とかいろいろされていらっしゃるので、はい、すごく僕もいろいろヒントになるお話を聞けたんですが、実際に今、宮坂さんが、はい、されてる、まあ、お仕事も含めて、ね、はいはい、とあと自己紹介を兼ねて、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。東京から来ました宮坂由美です。私はですね、年齢が72歳なんですね。で、72歳って年齢を聞いた時に皆さん、とか言うんですよ。うん、でも私、そのって言われることが快感じゃないかなと思ってるんですね。なぜかというと、年相に見えるっていうのは、ちょっと人生としてつまんないじゃないかなっていうところが私の元にあるんですね。はい、だからやっぱり人生は自分らしく楽しく、そして誰から見ても別に何をしようと私の勝手でしょっていうところが私のモットーになってると思ってます。はい、そして今ですね、私は会社を経営してまして、化粧品会社が主なんですけども、はい、インナーにお客様がいまして、その1万人に向かって私の化粧品がこういいですよっていうのを配信しながら、お手紙とか、おはがきとか出しながら、あとお電話で注文を受けながらやっているのが本業なんですね。はい、でそれ以外に人生勝ち逃げセミナーっていうセミナーを月に一度ぐらい皆さんを集めて、どうやったらここまで来れるかとか、皆さんに勇気と元気とやる気が与えられたらいいかなっていうセミナーを開催してます。なるほど。はい、人生勝ち逃げセミナーってもうタイトルからして惹かれますね。今回沖縄でも、まあ、そういうね、はい、セミナーをされたっていうことなんですけど、全国的にも、まあ、あちこちで、まあ、開催されてるかと思いますけど、はい、今まあ、会社経営されたり、はい、でセミナーをされたり、はい、まあ、本を出版されたりと、多岐にわたって才能を、ね、発揮されてる由美さんですけど、はい、現在の活躍につながるきっかけって、まあ、人生の転換期、振り返ってみて、どこにあると思います？そうですね、私ね、まあ、昔から母親が、はい、これからの女性は自立していくことが大事よっていつも言ってたんですよ。はい、もう母はなんか他界しましたけどね。でそのお教えがなんか刷り込みのように私に入っていて、はい、で私ソニーに行ってまして、はい、ソニーで結婚しまして、はい、で家庭に入ったんですね。はい、その時に25日の女は嫌だなと思ったんですよ。で25日の女ってどういうことかというとね、はい、お給料日を中心に回ってる女なんですよ。ほうほう。だから旦那さんのお給料日だけを当てにして生きてるみたいな。それって私のいいとこ一つもないじゃないみたいな。そして24日の日は暗いなと思う自分がいて、でもう25日の朝もう銀行にすぐお金下ろしに行くみたいな、いやそのルーティンは嫌だなみたいな感じがあって、はい、で私はなんとか、でも今の状況は子供が小さいし、家にいなきゃいけないし、で昔は保育園とか預けられなかったので、はい、何かそれでもできる方法ないかなって考えた時に、そうだ、自分のなんていうかな、独身の時からかけた生命保険全部解約して、はい、そのお金を握りしめて、はい、生地の問屋に行って生地を買って、次の日から自分の家の中でお店を開いたっていうところから始まってるんですよ。生地を買ったっていうことは洋裁店、洋裁店っていうか、うちの母親が洋裁が大好きで、よく私と妹に
あのお揃いの洋服着せてくれてて、それがすごくあの皆さんからあの可愛いわねって言われてるのが印象に残ってたんで、うん、私も娘と私と同じ洋服を着て、うん、あの一緒に歩くのがちょっと夢みたいなとこあって、それであ洋服の店だったら私できるかもと思って、うん、生地を買いに行って自分で洋服を想像そうあのそう何自分のオリジナル洋服を作って、はい、皆さんにこう教えてあげようかなと思って、別に洋裁の知識はないんですよ。ただ妙に真似で、はい、自分の好きなものを作ってみたらできちゃったなみたいな感じでやったんですよ。すごいですね、はいはい、あの結構あの起業される方って、なんかやっぱり失敗しないようにいろんなことを武装してからされる方って多いんですけど、由美さんの場合はどうなんですか。もうそれ行動するに対して不安定なかったんですか。行動が先なんで、はい、別にそれ自分のお金を切り崩して持ってったわけですから、いやダメだったら自分のせいですから全部自分でこう始末ができるなっていうところに私はなんかその原点がある気がするんですね。人に借りてとか、主人を頼ってとか、なんかそういうことっていうのはやっぱり人を頼ってる分、はい、やっぱり行動が弱くなるなと思いますよね。あ、そうですね。思いっきりはちょっとで、ね、やっぱりね、そうそうそう、責められるんじゃないかとかって、責められるんじゃないかってなるので、はい、まあ自分のお金だからなくなっても自分のお金だしというところで、もう何て言うかな、もう開き直ってじゃないですけど、はい、それで始めたら意外とうまくいくんですよね。そしてなんかトントン拍子にうまくいって、うん、お店がどんどん拡大していっちゃうんですよ。それでなんか初めは一部屋でやってたのが、はい、だんだんこうお店ができてプレハブを作ったりとかしてって、うん、そしたら全国からお客さんが来るようになってとか、なんかそれもなんかいろんなところの小さな州が始めた小さなお店っていうところが評判になって、うん、雑誌に乗っかったりとかして、全国からお店のお客さんが来るようになってとか、そういうところから始まったんですね。そしたら次になんかあの雨が降ってる水曜日の昼下がりに、はい、私お店番をしてたんですね、はい、そしたらなんだかこれってあの自分の貴重な時間を来るか来ないか分かんないお客さんのために買われてる自分がいると思ったんですよ、ね、そうするとそれって時間もったいないじゃないって思った時に、はい、うん、なんとなくこうなんか違うものがいいんじゃないかって思ったんですね、うん、時間を人にだ前は25日が嫌だったけど、うん、今度は時間を人に買われてると思ったんですね、はい、で私今日映画とか見に行ってほら雨が降ってるから、うん、行こうかなと思ってるけど、うん、もしかしたら来るか来ないか分かんないお客さんのために待ってなきゃいけないってちょっと不合理じゃないみたいな、うん、そう思ってあのなんか何かないかなと思ってる時にお友達の喫茶店の奥さんが、はい、宮坂さんサイドビジネスに興味ないっていう話が来たんですよ。それで、はい、サイドビジネスですか、いやなんかほら私そう思ってたから、はい、なんか違うことできるのかなと思って、はい、気に入ったらなんか知ってますよね、アムウェイとか、はい、ね、うん、アムウェイだったんですね。でふーんって聞いてて、でもこれもしかしたら時間とお金が自由になって、うん、もう店番しなくていい、このように全てが、まあ、いいとこ取りの仕事かなと思って、うん、なんか家帰ってあのこれすごいかもと思って主人に喋ったんですよ、うん、はい、こういうのが聞いてきてね、こうであでこうでってバーって喋ったんですね、はい、で主人がで私これやろうと思うんだけどって言った時、主人が一言、君ならできると思うよって言ったんですよ心強い主人ですね。そうそれで私できるかもって始めようと思ったんですけど、うん、でお友達にまず初め喋ったんですね、はい、そしたらね、あなたがするそうなら絶好するって言われたんですよ。お、なんでですか。いやだからさ、はい、なんでって思ったんですけど、はい、絶好するってそれすごくないと思って、うん、友達と思ってる人がね、はい、洗剤取り替えだけで絶好するならもう初めから絶好だと思ってそうですね、あ、いいよ絶好してもって言ったんですねもうそのぐらい気持ち決めてやったんですね、はい、だからうまくいっちゃったんです、またそれも。それででもうまくいく前にあっちお姑さんも一緒に住んでるんですね、はい、でもよくお姑さんがいると大変でしょっていう人いますよね、うん、でも大変な環境でいるのが私だとしたら、はい、それを最大限に生かすのが私だと思ってるんですよ、はい、だから環境があるからできないっていうのは違うと思ってて、うん、その環境で何ができるかを考えるんですよね、うんうんうん、でその後姑さんがたまたま大雪の日にね、はい、あの子供が熱が出てて、うん、大雪が降っていて、そこで私はアポイントメントがあるから出かけなきゃいけなかったんですね、はい、で出かける支度してたらお姑さんが来てね、はい、魔の言葉を言うわけですよ。今日は大雪だしね、子供が熱が出てるのにね、うん、あなたはそういうふうにしてさ、あの外に行くわけねみたいな感じだったんですよ。でもさ、チクリチクリとね私でもその言葉を聞いて、はい、そこで止まったら私はその前に進めないって思ったんですね。なので振り切って行ったんですよ。あの子供の熱の子供もいて、はい、熱の子供って大病じゃないですね、はい、扁桃腺が腫れてるから熱で、うん、それで大雪だったけど、はい、帰れないかもしれないっていう雪だったんですね、うん、でも行っちゃったんですよ。で雪すがら、うん、私
こうやってねいろんな犠牲を払ってきたんだから、うん、絶対に成功しなくちゃ帰ってこれないみたいな、うん、そこでまた一つのマインドができて、はい、覚悟みたいな、ね、覚悟みたいなね、はい、そしてそれも頑張っちゃったんですね、うん、でできたんですよ、うん、でもなんとなく私はできたけどみんなできないと思って、うん、これまた違うんじゃないかなって思い始めて、うん、私ここじゃないわ居場所はってまた考えて、はい、で次の展開にまた行くんですよ。ほうこの展開また楽しみなんですけど、はいはい、一旦ここでですね、はい、CM 入れさせてもらって、はい、後半でじゃあ次の展開聞かせてください、はいはいはい、軽自動車の時代ゲーガマンドイビンド長浜モーター鈴木の新型ソリオカゲーガヤッシャイビンド長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョン、デジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111、クレド株式会社まで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。はい、繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、由美さんが、まあ、起業したお話をしてたんですが、今ちょっとね CM 中も話したんですけど、かなり澄んだ考え方をされてて、うん、今でこそねやはりね、うん、その考え方っていうのは、はい、理解されてたんですが、あの当時はねやっぱりね、そうでしょうね、その周りの理解っていうのはまず得られない発想だったと思うんですけど、ね、だからシュートブスなんかその最たるもんですよね。はい、ですよね。もうね、そのもう本当に魔の言葉じゃないですけど、はい、本当にそれではもう引き戻されそうな言葉を常に言われるわけですからね。でもそれに動じない私がいてみたいな、ね、はい、強いですね進化でその後どういうふうに展開と、その後ですね、はい、なんとなく冷めちゃったので、うん、まあ、もう一回、もめ屋さんはやってましたので、はい、そこに戻りながら、うん、なんかそしたらお友達がなんか新しいビジネスを始めるから、はい、なんか宮坂さんのファックス番号を貸してくれないって言われたんですね。でファックス番号は別に使ってる番号じゃないし別にいいやと思って貸したら、うん、はい、そこにファックスがみんな来るからって言われたんです。その頃はみんなファックスで、はい、メールとファックスが一応、はい、あれメインですよ ね, で, すね、はい、でファックスが来るからって言われて、うん、なんだか分かんないけど、まあ今買った貸したんですね。そしたら何の仕事か分からんのに貸したんですか。まあいいよって、まあ簡単に、はい、ファックス番号使ってないし電話番号と違うかなと思って、はい、気軽に貸したんです、はい、そしたら次の日からファックスがバンバンうちに来るわけですよ。でもいろいろなんか僕はいろんなビジネスをしましたけど何やっても成功しませんとか、これはどうでしょうかって書いてあるんですよね。何のあれなんですか、相談事みたいなことですか。なんかね、違う、なんかね、新しいビジネスなんですけど、はい、これはどういう内容のビジネスなんですかっていう内容が質問が来るわけですよね。はいはいはい、私はその内容分からないので、はい、お友達にそのまま返してるわけですよ。あ、なるほど、こういうのが来た、はい、こういうのが来たとか言って、はい、中にね、うん、僕はアメイのディストリビューターって長くやってますけども全然成功しないんです、うん、これは成功するでしょうかと来たので、うん、私それに関しては自分がやってたので、うん、これはちょっと貸し返してあげようかなと思って、はい、どういう内容かお友達に聞いたんですね、はい、そしたら、9月の26日からそれを聞きにラスベガス行くから、はい、宮坂さん一緒に行こうよって言われて、はい、あ、行くんだみたいな感じで、じゃあそれ言ってからさ内容分かるからさそれから答えてあげたらって言われたんで、うん、じゃあそのように私たち9月の26日からラスベガスに行って、うん、内容を詳しく聞いてきますからそれからお知らせしますねってまた送ったんですよ。したらまたその彼から電話、メールが来て、うん、僕たちも9月26日からラスベガスに行きますって来たんですね。あ、その返答を聞いてラスベガスに行くことを決めたんですね。行くことを決めたんで、私たちしたら彼も同じ日にラスベガスに行くって決まってるっていうのが来たんです、はいはいはい、でそれ全然違う話ですよね。え、そうなんですかって、僕たちはじゃあ飛行機は何便ですかって書いたら、僕たちは飛行機何便ですっていう便がマルキュラーシュ同じだったんですよ。で
え、じゃあ成田の空港で会いましょうって言ったんだけど、誰だか知らない人ですよね。そうですね。成田の空港で会いましょう、じゃあ一応携帯電話だけ交換して成田の空港で会うことになったんですね、はい、そしたら明けその友達が遅れてきちゃって、はい、空港で会うその時間に間に合わなくて、なのですいませんちょっとお友達遅れてるので、あの間に合わないので先にチェックインしといてくれますかって言ったんですよ。あとでじゃあ飛行機の中で会いましょうってなったんですね、はい、でチェックイン番号何番ですかって聞いたらね、僕 C の43ですって言われたんですね、はい、で私バラバラにチェックインしてますよね、はいはい、私 C の44なんですよ。隣ですか。隣とか後ろ前後ですよ、ね、あ、なるほど。で、え、私 C の44なんですけどって言った時に、あ、じゃあ後ろと前ですねって言って、じゃあ飛行機の中で会いましょうってあったんですよ。そしたらなんか若いなんか男の子のなんていうかな、エステの団体だったんですよ、うん、で6人ぐらいのね、はい、で毎年あの自分たちはあの社員旅行を兼ねて、うん、あのラスベガスに行ってるんです。でそれがたまたま同じ日だったんですね。でじゃあホテルどこですかって言ったら、うん、リオスイートですって言われたんですね、うん、私もリオスイートなんですよ、全然知らないんですよ。でそこにリオスイートも一緒だし、じゃあラスベガスのホテルってすごく階数が高いので、はい、あの階数ごとにこう何エレベーターが変わってるんですね、うん、でチェックインしたら何階ですかって16階ですと、私たち17階なんですね。同じエレベーターなんですよ、だから常に一緒になる。そしたら話するようになりますよね、はい、で向こうでもなんか一応家事にやったりいろいろして遊んだりしてて、うん、ね、宮坂さん化粧品の代理店しませんかって言われたんですよ。で、代理店か、別にやってもいいかなみたいな感じで、いいですよ、じゃあ東京帰ってきたら話しましょうねって言って、うん、東京に帰ってその彼と、うん、それからそのエステの社長と、うん、それから輸入元の社長、化粧品の社長と私4人だったんです、はい、それでじゃあ頑張りましょう、これから日本に来る化粧品です、AO とか言ったんですね。で2週間ぐらい経った時に、はい、その彼から電話かかってきて、はい、ね、大変なことになりました、なんどうしたのって言ったら、うん、うちの社長が輸入元の社長と喧嘩しちゃって、はい、あの販売元降りるって言うんですね、はい、宮坂さんすいてはなんですけど販売元しませんかって言われたんですよ。で、え、販売元ですか、私やったことないしみたいな、それって会社にしなきゃダメですよねって、そうですねって言われちゃって、で僕がいい名前考えましたって、何ですかってさ、ユーミーって名前がいいと思うんですよ、株式会社ユーミーどうですかって言ったらさ、私ユーミーなので、はい、あ、いいですね、それにね、ユーミーは英語でした方がいいんですよ、You to me でとか言ってね、なぜ You to me なんですかって、いや僕も辞めて宮坂さんと一緒に会社やりたいと思うんですって言われたんですね、で You to me で You me にしましょうって言って、You me 株式会社 You me が突然できちゃったんです。そしたら突然できちゃったらね、あの3日後にもうね船に乗って化粧品が日本に着いちゃうんですけど、宮坂さん事務所借りてくださいって言われて、事務所借りて、はい、会社の事務所、はい、そしたらもう3日後に、いや郵送でもうあの、ね、船かで全部、はい、ダンボールいっぱい化粧品来ちゃって、もう床から天井まで化粧品の山で、これどうやって売るんだろうって私思ったんですよ。で私としては詩人しか知らないしなと思ったら、その彼はもともとテレビショッピングやっててフジテレビにいた彼だったので、なんか僕テレビショッピング持ってきますって言って、テレビショッピングに持ってったら、それがいきなり採用されて、いきなりあのやりましょうってなっちゃったんですね。で初めは5個とか6個とかもう CS チャンネルですから売れないですよね、はい、で1年ぐらい地道にやってもらったんですけども、はい、たまたま私が日程が合わず旅行に行くタイミングでオンエアがあったんですね、でそのオンエア行かれないから、その彼にあんた出なさいよとか言って、はい、いや僕なんか出れませんよとか言ってさ、いや出ちゃえばいいわよ、それパックだからさ顔白く塗っちゃってさ出ちゃえば分かんないからとか言ってさやったんです。真っ白く顔塗って出たんですよ、はい、そしたら一気にコールが上がって、その時間1億いやいや1200万売れちゃったんですよ。うわすごいですね。そうそれでなんかすごいと思って、はい、でいきなり波に乗って行っちゃったんですね、うん、はい、その商品が全部、そしたらまた落とし穴があって、はい、その社長がうちの契約を切ってきたんですよ、はい、ほら販売元の方ですか、販売元の社長が、はい、輸入元の社長がうちの契約を切ってきたの、なぜかって言ったらそんだけ売れてる商品だから、はい、うちの契約を切って直接テレビ局と自分がやったらいやそれ儲かりますよねって思ったんじゃないですか、はいはい、で切ってきたんですよ。で突然切られてえー、とか思ってある人に相談したら、はい、宮坂さんそれいい時に手放したと思った方がいいよって、その商品これから落ち目だからって言われて、うそうか落ち目絶頂で切った方がいいのかと思って、うん、それをうちは手を引いたんですね、はい、でその社長の行く末を見守ったんですけど、はい、同じ商品が1時間でその社長がやったら48万、私1200万、はい、そしたらもうテレビ局やんなくなりますよね、はい、それでその商品は
なくなっちゃった。これやり方が全然違ったってことですか。やっぱり私たちはその商品に愛情を持って、はい、どうやったら売れるかをその何男の子に 白塗りにさせて出たりとか、はい、そうやって意表をついたりとか、はい、お客様のこう何か目を引くようにとか、うん、やっぱり自分たちの化粧品をいかにこう見せるかってうまく見せ方があったわけですよね、うん、愛情を持って、はい、でも社長はこの商品がいいから私たちを抜いても売れるという、その魂胆がもうダメですよね。そうですね、打算に入ってる。さっき車の中でも言ってた、そうそうそう、成功する人はやっぱベクトルがお客様に向いてて、うん、で失敗する方はもうベクトルが自分に向いて、うん、もうとにかく自分が儲けようという、 もう典型的なですね。典型です。それで一は切られたわけですよね。でもその時に私が前向きで入れたのは、はい、そうだな、絶好調で手を離した時はそれって名誉じゃんと思って、うん、なんかすごいな、折りつぶれてさ、はい、なくなるんじゃなんかすごく違うよなと思って、はい、その時にまた違うものを掴めばいいんだなって言って、うん、違うものをまた掴んだんですよ。でまたそれが大当たりして、はい、またどん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 行っちゃって、なんか会社1年目で結構右肩上がりでバーッと数字が出てたんですね。で会社ってこんな簡単なものって思っちゃいますよね。思いますね、その瞬間ね、はい、でもそこまで来るのにやっぱり資金とかいっぱい使ってますから、はい、でもその資金は自分が今までほらそれこそ生命保険を解約したとこから始まって、それが転がってって収入になってるわけですよね、はい、その資金を使ってるわけですから、はい、誰にも迷惑かけてなく、うん、やっぱ主人のお金も使わずやってきたわけですよね、うん、で次の展開になった時に、はい、なんかルーマニアから来るね、はい、すごくあの国家が作ってる化粧品があるんだけどそれやりませんかって話が来たんですよ。でじゃあ私それやろうかなと、そあこれちょっとピンときたんで、はい、あこれいいかもって言ってショップチャンネルに持ってたんですね、はい、でショップチャンネルがぜひやりたいです、番組全部やめてこれやりましょうって話になって、そしたらその時仕入れを、うん、8000万がしてくださいって言われたんですよ。大きいですね。大きいですよね、はい、で8000万ですかってもしちゃったんです。8000万仕入れ、はい、それでして商品が来ちゃったんですね、はい、来てで始めたんですよ、うん、そしたらあれよあれよという間に全部売れてっちゃうんですね、そしてソルドアウトがバーン出ちゃって、はい、私なんか怖くなってきちゃってえこんなもんなのかしらみたいな、それでもうなんかすごいなっていうのまたつながってたんですよ。その間一緒にやってた彼っていうのは、はい、やっぱりテレビ通販マンっていうとして僕は独立したいんで、うん、テレビ通販マンの世界として行くので、うん、じゃあ宮坂さん自分で社長勝手にやってくださいみたいな感じで、僕は僕で来ますみたいな感じではいさようならみたいな感じだったんですね。でその彼は今ベガス味岡って言って、はい、結構テレビ通販の世界で結構やってる人なんですけど、私もそれでそれから自立して、はい、自分で会社を大きくしてきたって感じなんですね。いやすごいですね、はい、面白い面白いでしょ、すごく面白いんですよ。それでもうそれこそ紆余曲折いっぱいあったんですけど、はい、それだけやっぱ売れると、うん、やっぱり社内でも造反があったりとかして、ね、社員がやっぱりねある日突然朝行ったらね、はい、なんか皆さんとか言って机の上に立っちゃって、はい、この会社は今日潰れますからとか言ってね、誰がですか、社員さん、社員が、で社長の前で言ったんですよ。ほうで何になってんのかなと思って、はい、したらその頃賞味期限とか消費期限の話がいっぱい出てて、うん、化粧品にも一応消費期限って書いてあるんですよ、はい、その期限を過ぎたら売っちゃいけないじゃなくて、うん、一応その時が一番いい目安ですよっていう化粧品ですからね、はい、食べるもんじゃないので、はい、それを勘違いして、うん、勝手に自分で調べ上げて、はい、弁護士立てて、はい、この会社はもう犯罪を犯してるから今日でなくなるって勝手にその言えたやって、はい、何のメリットか知りませんよ、はい、やって言ったのにそれ違うっていうのは分かった時点でもうその彼はすいませんでしたって言うけど、それは遅いですよね。遅いですね、はい、全員クビとか言ってクビにして、だからそういうことって起きるんだなと思ったのは、なぜかって言ったらば、はい、うちがそれだけ売り上げてるから、うん、もっと給料上げてもいいじゃないかみたいな、あそういうところからちょっと ごねったみたいなところ、そう嫌ですね、嫌ですね。でも人間ってそういうものかなと思ってるので、はい、私その時からね、はい、人は信じるものではないやと思って、はい、自分を信じることが一番だな、別に信頼をするんじゃなくて、うん、信頼をしないじゃなくて、うん、信じるのは自分だなって思った時期でしたね。確かに信用しても信頼、要は頼ってってると倒れちゃうっていうのがあるから、やっぱり自分自身が責任を持ってっていうところが大事ですね。最終的には自分を信じるってことが一番強いんだなっていうのがその時分かりましたね。さすがで
すごいもう話聞いてたらもうあっという間に時間に な,、ね、あのなってるんですね、はい、あの今度機会あったら、ええ、あの僕関東の方に行くときに、はい、ぜひぜひあの、はい、ビハインドストーリーの方でもまた収録させてください。すごい面白い話でした。面白いですよ最後何かあの、はい、リスナーにメッセージありますか？そうですね、はい、やはりやっぱり自分を信じてね生きていくことが一番大事で、はい、そしてあのなんか人と比較しないこと、はい、やっぱり自分は自分の個性を大事にして人生は一度きりですから思いっきり楽しんで、はい、笑顔で過ごしていただければ一番いいかなと思います。ありがとうございます、はい、今日は本当はあの貴重なお時間をいただいて、はいはい、あのありがとうございました、はい、またこれからの発展をお祈りしています、はい、本日のゲストは、私はできるがあなたを変えるの著者宮坂由美さんでした、この番組の内容はですねまたリッスンラジオというアプリを使って、世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。放送局 FM ギノワンから番組名をたどってご登録ください。また繁栄軍師のホームページや YouTube 専用チャンネルにもあの本日のゲストさん、宮坂由美さんに関する、情報へのリンクも貼っておきますので、YouTube で繁栄軍師で検索されてみてください、本当今日はあの僕自身もいろいろ勉強になったし、はい、あの楽しい時間でした、はい、また沖縄滞在もまた残り楽しんでください、はいはい、ありがとうございました。